マンチェスターシティ1WBA プレミアリーグ13節プレミアリーグ第13節マンチェスター市イタイウエストブロムウィッチアルビオ WBA の試合が現地時間15日に行われた。試合は1-1の引き分けに終わっている。今シーズンのシティ、試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴、1ヶ月分お試し実施中。30分、ラヒーム・スターリングがルマエに折り返したボールに、イルカイギ・ンドアンが合わせて、先制点を決めた。しかし 43WBA のセミ、アジャイが放ったシュートがして、のルベンディアスに当たって軌道が変は、そのままゴールに吸い込まれて同点に追いかれてしまう。86分にはゴール真正面のフリーキックから、ケビン・デブライネが、直接ゴーを狙うも WBA の GK サム・ジョーンストーンに引かれ、88分にはドリブルで仕掛けたスターリングか、パスを受け取ったセルヒオ・アグエロがシットを放つも、ゴール右に外れる。シティはシット26本放つも、追加点を奪うことはできず、ミは1-1の引き分けに終わった。得点者、30分1、レーギュ・ドアン、シティ43分1、1オーオンゴール。WBA 両。